皆さんこんにちは、英語大好き絵中ひとみです。今日もね、皆さんと一緒に楽しく英語を勉強してまいりましょう。それでは私の先生、ハリウッドでも有名なセレナ先生をお呼びしております。セレナ先生、はい、こんにちは。今日も頑張りましょうね。今日頑張りましょう、はい、日ごとに最近はね、さすがにかっこいい感じが増えてきてますね。今日もこの収録の前にウォーっていうの、私をウォーって思うのって結構やっぱハリウッドで目超えてるんであんまりいないんですけど外国人でもやっぱりね、うんっていうのとウォーっていうのがいるんですよ。みんな一緒に見えちゃいますね。だんだん英語とか分かってくるとね、うんうん、よしよしみたいな感じで分かりますけど、日々にね、やっぱりいろんな方がね、外国から来ていただくというの で、少しでもね、みんなが英語に親しめたらなっていうことで、はい、番組やっていきたいと思います、はい、それでは今日も頑張りましょう、頑張りましょう。Let's Anna English。 はい、はい、今日は先生、どんなことを教えていただけますか。はい、はい、今日はですね、はい、結構単純なことなんですけども、はい、知っとくと知らないじゃ割と違う、うん、例えば数の呼び方なんですが、英語は全般的にね、非常に分かりやすく簡単にできてるんですけども、あるものに関してはちょっとうるさい、細やか、それに、それは何かというと数なんですね。あ、なるほど。そのものが1なのか、はい、2以上なのか、これにはうるさいですね。そうなんですね、はい、やっぱりね、遊牧民族なんでね、牛が1匹と2匹以上で全然違うでしょそうです、日本はお米1粒なので、1粒と2つ以上あまり違わないですよね。あんまり重視しないかもしれない、ね、そうそうそう、ね、そうそうそう、だから例えば普通にね、はい、お家で、はい、ちょっとそのリンゴ取って食べたいなって、リンゴいくつ取るの、聞き直すよね。そうですね、うん、例えばペン取ってって言ってたら大体1個なんだけど、例えばリンゴ大好きな女の子が、あるいはケーキが大好きな女の子が、あーケーキ食べたいなって言った時、いちいち1個とか2個以上って言わないよ、ね、言わないですよ、そのままケーキ食べたいって言いますもんね、うん、そうそうそう、そんな感じでね、実はちょっとこれ見ると、はい、必ず、まあ皆さんも中学校で習ってると思うんですが、名詞の前にはあがつく、あるいは図がつく、どっちかがつかないとダメですよっていうのが英語の名詞になるんです、ね、そうですね、そう、そこって割と見落としがちで、なんとか通じてしまうのでね、あんまり重視されないんだけども、やっぱり外人にとってはね、1個か2個以上って大きいので、はい、じゃあちょっと練習してみましょうか、はい、じゃあこれは何ですか、ペンに何がつくと、あ、ペン、そうです、はい、はい、これが2つになるとペン、ズ、そうなんです、はい、Very good、はい、で次コップいきますよ、はい、はい、じゃあ日本語だと、はい、コップ取ってって言って、はい、いくつっていちいち、ね、聞き直すよね、そうですね、英語の場合は最初から分かります、はい、はい、はい、1つだと、はい、カープ、そうです、綺麗ですね、はい、はい、2つ以上だと、はい、カープ、そうです、はい、必ずあるいはズがつきますね、はい、それを、会話の中でやるとどうなのかっていうのをこれから見せていきます。では最後まで見てくださいね、はい、では実際のシーンでね、そうですね、ちょっと比べてやっていきたいと思います、はい、普段の中では、はい、ちょっとあれ欲しいなって思う時に人に頼みますよね、はい、あんなシーンをやるんですが、はい、日本語では多分いいとかちょうだいとかそんな感じだよね、はいはい、英語では May I have、 ちょっといいですか、はい、May I haveMay I have、 そう、その後に、はい、1つだったらあ、2つ以上だったらずをつけて練習しますね、はいはい、ではこんな感じであるので、まず日本語からいきましょう、はい、はい、あ、ペンある、どうぞ、ありがとう、日本語ではバッチリですね、はい、次英語バージョン、はい、はい、ねえペン、うん、あ、もう S もついてないですね、あげません、あちゃんはい、じゃあもう一度、はい、 May I have a pen? Here you are! Thank you! こんな感じです、はい、はい、では今度はカップのバージョンで英語いきますけど、はい、英語の場合は一つには何か、二つ以上には何かないと出てきませんからね、はい、はい、ではどうぞ、May I have cup? カップ？数がないと英語じゃないので買います。
メイハブカップス。うん。Good. Oh, good. Here you are. Two cups. Thank you. Okay, let's drink together. バッチリです。はい、こんな感じですね。そうなんですね。英語には名詞には赤、はい、S どっちかをつけましょう。そうですね。ね、で大体A cupとか、はい、カップズ、ね、はい、でいいんだけれども、単数から複数に変わるときに変わる名詞が少しだけあります。はい、皆さんがよく間違うのは people。はい、ピーポーってよくありますよね、うん、はい、これは人々だから、はい、うん、複数なんですね、はい、一人になると、はい、person。 person。 そうです、一人だったら person。 person。 二人以上になったら people。 people。 うん、数はないんですけども、例えば歯とかもね、はい、tooth とか teeth、 単数、一つから二つ以上になるとき、ちょっと単語が変わるのがありますが、それほど気にするほどの数じゃないので、はい、まずは数が出たときはアなのかな、ズなのかな、気をつけて話すようにしてみてください、はい、外国人が一発でね分かってくれますのでね。そうですね、はい、こんな感じでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日も楽しく英語を勉強することができました。はい、はい、皆さん詳しくお知りになりたい方はこちら、はい、ナタミラクル瞬間英会話難運動から出ています。これを見ると、はい、英語の簡単さ、英語がどうやったら楽しく学べるかってことが分かります、はい、私たちの母国語の日本語だけがね、うん、ちょっと世界の言語から離れているので、はい、そこがなんでどこがそうなのっていうのが分かれば、はい、かなり皆さん英語は実は簡単だっていうのが分かります、はい、この中に体操が入ってますのでね、はい、これから一緒にやるんですけれども、はい、こちらにはこちらのカカオボイスのひとみんさんが歌って、そして DVD でも体操をやってくれてますので、ぜひご連絡をください。はい、こちらお願いします。こちらの株式会社ナウンド東京、はい、0332682311、東京都新宿区山吹町361まで、はい、ぜひ皆さん、はい、ご連絡いただいて、ご連絡くださいね。はい、2022年じゃなく2020年に向けて、そうですね、はい、はい、少しでも英語に親しめるようになってくださいね。はい、では、はい、皆さんがよく難しいと思われる、はい、発音なんですけども、はい、この2つをやると、はい、一気にネイティブが「うん、君うまいね」って言ってくれるようなマジックがあります、はい、その体操を今からひとみさんとちょっとお見せしますので、最後までしっかり見てください。はい、それではですね、ナタミラクル瞬間英会話、はい、発音体操一緒にやっていきますよ、はい、TH は舌を3センチ噛んで口を大きく開けて発音するとしっかりいい発音ができます。はい、用意はいいですか。はい、ここで筋肉使うよ。はい、さあさあ始まるよ発音お会いしましょう。では次のエナイミッシュまで See you!